介護を受けてる利用者さん、お年寄りですね、介護の税金引かれるじゃないですか。これも今まで若い時から払ってきてて、やっと通える年になってるのに、年金をもらってますと。年金からその税金また引かれてますからね。おかしいでしょと。もうその年になったら、もう引かんでいいんじゃないのと思うんですけど、じゃあ払い続けて、まだ、ね、1割負担、2割負担で、事業所に払ってるのに、それプラス税金まで払ってるってかわいそうだなと。ね、おかしな話ですよね。で、まあ、こんな税金から出てるものとすれば、なんで年金コツコツ払い続けてた人が80万年間ね、80万で、払わなかった人が生活保護で120万なのと。確かになぁと。そりゃそうだと。これ多分今80万もないと思うんですけど、この金額だから多分国保だと思うんですけど、70万台ぐらいじゃないかなと思うんですけど、確かに矛盾してますもんね。これが、もらえるって分かれば、じゃあもう年金払わずに、将来もう生活保護受ければいいや、みたいな人も出てきますよね、きっとね。まあ、そんなに簡単に受けれないと思うんですけど、実際、ラッキーっていうね、生活保護を受けながらベンツ乗ってる人もいますから、ね。そういうところはもうやっぱりなんかね、これもまた役場の批判になってくるんですけど、書面でしか見ないっていうところが結構大きいですよね。うん。だからその辺はね、ちょっとおかしいなと。まあこれは僕たちがぼやいても、一人の声でぼやいてもね、どうにもならないんで、もうほっときましょう。でも、そうね、そういうなんか税金で、みんなが払ってきた税金で、迷惑をかけないようにはしたいですね。やっぱりね。一服堂さんも買い物はストレス解消になるということで、ですね、買い物、ストレス解消になりますね。僕がよくその時欲しいと思って買って帰ったら、意外と、失敗したみたいな、結構あるんですよね。ね、衝動買いは結構危険ですね、やっぱりね。なんか店の雰囲気とかでまた変わるんですよね。うん、家帰ってきたら、なんか違うぞ、みたいな。で、似合ってないぞとか。で、店の色って、服がかっこよく見えるようなライトアップしてるじゃないですか。家の傾向とはなんか違うな、みたいな。ちょっと、しまったということも多いですね。あとはですね、これもちょっとふざけた。なんでお寿司は美味しいんだろう。なんでお蕎麦は美味しいんだろう。なんで甘いものは美味しいんだろう。痩せないよっていうこういう質問があって。知らんやんって。これも知らんやんっていう。なんで美味しいんでしょう。なんで、これ答えあるのかな。お寿司がなんで美味しいんだろう。難しい質問ですよね。でもなんかこんなことを考えたらなんかみんなちっちゃな疑問いっぱいあるんだろうけど、こんなこと普段本当に考えてんのかなって思いますよね。そんなやったら僕沖縄来てからタコス食べて、なんでこんな美味しいんだろうって思いますけど。ねえ、タコスうまいです。で、これも、なんで仕事くれないのとかってあって、正社員の方の方が明らかに仕事内容を把握してないと。でも、バイトの方がよく知ってて、なんでバイト軽蔑するのと。まあこれも取り方ですからね。でもね、僕一応ちょっとコミュニケーションとかを学んだりしたことがあって、コーチングやってたんですけど、その時にまあ、カウンセリングとかも結局コミュニケーションの、部類じゃないですか、全部ね。で、思うのは、コミュニケーションって会話っていうのは全部受け取り手が主導なんですよね。どんだけ話す方がそのつもりじゃないよ。って言っても、受け取る方がそうだったらそうなんですよね、やっぱりね。だからこそ、相手のことを本当に、どう受け取るか考えながら喋ってあげないと、ダメって。自分はそういうつもりじゃないよって、後から言っても、もう遅いよっていう。だから、コミュニケーションは受け取り手が主導になるよっていうことで。だからやっぱりね、言葉の違いっていう壁は、そこが大きいと思ってるんですよ。方言ってやっぱり、取り方変わってくるじゃないですか。まあ、わかりやすく言えば今でさえナイチャーは別にね、普通の言葉で、標準でみんなわかると思うんですけど、昔はね、ちょっと差別的な意味合いがあるって聞くじゃないですか。ね。だけどまあ、お年寄りの方なんか未だにそのつもりあるかもしれないですけど、だけどもう僕たちは全然そんなつもりもね、そう受け取りはないんですけど、結局受け取り手主導になってくるので、その辺は気をつけないといけないなっていうふうに思いますね。メール入ってますか。メール来てました、ね、
おっと、メールが来てます。今まで僕たちメールチェックしたことがありません。あ、いつもの放送聞こうとしたら今日から別の番組始まったみたいですね、と。どういった番組なんでしょうか、と。軽快な関西弁がいいですね。最後まで放送頑張ってください。ジノオンチュってことは、ギノワンの方ですね。これは、どなたでしょうかって、知られたくないからジノオンチュって書いてるんでしょうけども、めっちゃ気になりますね。知ってる方でしょうかね。でも、初めましてって書いてるからね。どういった番組ですかということなんで、番組引っ越してきたんですけど、今まではね、あれなんですよ。ピースコミュニケーションズっていう会社が、スポンサーなんですけども、そこのウェディングのコーナーであったり、地域密着のデイサービスであったりとか、あと私が勝手にニュースの見解を自分の勝手な意見で話したりとかっていうのをやってたんですけど、で、違う時間にね、山内さん無理って入れていただいて、今日がまた第1回目なんですけど、で、今日相方のノリピーいないんでですね、僕は一人で喋り続けないといけないということで、この質問コーナーっていうのをこれから作って、みんなの、聞いていただいている方の疑問に、私が勝手な解釈、勝手な見解、何の根拠もない回答を出していこうということで、コーナーを作りました。ちょっとね、ニュースのコーナーに近いです。ただ、これは勝手な解釈で成り立ってるコーナーですから、皆さんの真面目なクレームは受け付けません。聞き流してください。こいつアホなこと言ってるな、ということで。でも真面目な話も入ってるはずなんですよ。まあ、自分なりには。ということで、そんな番組でございます。あとは、ウェディングのコーナーもちょろっと入れますし、介護の方のコーナーもちらっと入れますし、喋り出したら止まらないので、まあ、3時間番組になってるかもしれませんね。次の方が来たら、まあ、そそくさと出ないといけないんでしょうけども。ということで、今日は今ね、1回目でノリピーがいないので、僕喋り続けてます。ニュースのコーナー面白いって言っていただいてたんですけど、時間見ながらやらないと本当にニュースのコーナーなくなってくるんでね。ただ、まだね、今日ニュース見てないですよ、僕まだ。今日ちょっと朝からね、バタバタしてて、何も見れてないので、最近ちょっと忘れっぽいんですよ。見ても本当忘れるんですよ。なので、もうギリギリで見たろうかなということで、あとちょっと見てみましょうね。CM 入ってる時ぐらいに見てみます。はい。で、もうちょっと質問コーナー行かせてくださいね。32個ありますから。これ毎週割っていったろうと思ってるんですけど、あとですね、まあ、日本って働きすぎな国って言われてるけど、どうにかならんの？まあ、どうにかならないでしょ。いや、僕も思うんですよ。もっと楽してって言ったらおかしいですけど、遊んで自分の時間も作って、ゆとりある生活ができれば、それはもうそれに越したことない。まあ、極端な話、じゃあ全員が仕事も週休3日とか4日、1日3時間しか働かないって言ったら、まあ、多分その会社は潰れるでしょうし、給料ももちろん下がるでしょうから、そうなったら、また言うと思うんですよ。仕事ないわ、とかって。仕事せなあかんとかって。言ってくるんで、働きすぎ、まあ確かに、考え方一つで、日本人ってなんか仕事好きってよく言われるんですけど、僕基本的に仕事嫌いなんですよ。いっぱいやりますけど、好きでやってる、まあ、好きなことはやってます。でも、それが、やらなくて、本当に、毎日優雅に暮らせるんだったら、まあ、誰かにさせて、ゆっくりしたいです。ね。みんな多分そうだと思うんですよね。目指せ、不労所得みたいなとこあるじゃないですか。なんかそういうのは、ちょっといろいろ。でも、やっぱりね、これからの日本、自分の生計は自分で考えながら、立てていかないと、大変な時代になるんじゃないかなと。生活保護がもしなくなったりとかしたら、将来じゃ年金もらえない人ってどうなるのみたいな。なってきますよね。もう犯罪大国になってくるんじゃないかなみたいな。思いますから。ちょっとね、話はずれますけど、そういうところはありますよね。あとですね、これ、まあ夜なんで言っときますか。女性の本音。エッチの時男性ってなんでそうなのって疑問に思うことって何ですかと。女性が考えてると。
女子からすると全く理解できないエッチの時の男性の言動はこちらっていうことで、第1位第1位エッチの前にお風呂に入らなくても OK。 まあ女性はやっぱりそういった時はお風呂入ってきれいにして、まあいい匂いさせてとあるのはまあ当然だと。なんで男性はもうすぐに従うんだと。もう男性はもうあれなんですよ、動物なんですよ。もうあれこれ先のこと考えられないですね、きっとね。これ僕の勝手な解釈です。で第2位、避妊をめんどくさがる。あーまあね、もうずっとつけとけばいいのにみたいなね。これなんかね、避妊ね、どうなんでしょうね。でもなんかね、これ本当かどうかまた勝手に僕言いますけど、コンドームって、なんか、子宮がんになる確率がちょっと上がるみたいなことを聞いたことがあって、調べたことないですよ。そういうのを聞いたことが、なんかネットで見たのかな。まあネット情報ほとんど嘘なんで、わかんないですけど、なんかそういうのは聞いたことありますよ。でもやっぱりね、避妊しないと、ちゃんとね、これ特に沖縄の番組、沖縄の方、避妊、ちゃんとしましょうね。沖縄は唯一、日本全国で、少子化じゃないですからね。素晴らしいことですね。ね。将来、沖縄安泰です。なんか、各都道府県だけで年金制度すればいいのにね。ね。そしたら沖縄子供多いから、県民安心だね。まあね、そうですね。物価も下がってくれたらいいですけど、物価高いんですよね。意外と沖縄ってね。比率から考えたら高いんでね。この辺はちょっと気にしないといけないんじゃないかなと思いますね。ジノンチさん、僕さっきからずっぱり気になるんですけど、来ませんかね、今から。来ていただけると、はじめましてなんですけど。はい。あとね、なんか真面目な質問答えようと言ってるの、全然真面目なのないですね。なんかね、一つ、日本人の身長が、なんか、ちっちゃくなってきてるんじゃないのと、7割背が低いというなんか質問があったんですけど、でちょっとこれは調べてきました。いやいやいやって僕も思ったんですよ。そんな目に見えて分かるほど身長が上がったりね、下がったりしてたらおかしいでしょと。そんなに変わんないよっていうことで、やっぱりそんな変わってなくてですね、データ的にはまあ平均も170前後です、やっぱりね。ただ全国平均で、これなんですけど、それよりも、一番、この平均で低い県、男女ともに、沖縄なんですよ。背が低いと。でもね、これ一番高いところと、2センチあるかないかぐらいの差なんで、平均でね。ということで考えたら、別にそんな気にすることもないのかなと。まあ、170前後ですね。沖縄の平均が170、ちょっと切ってますね。168.8 っていうことで。で、まあ、年齢別も出てるんですけど、あえてこれはもう言うこともないと。年齢も、今見ての17歳なんですけど、17、18って言ったら、極端にもう伸びることないですよね。大体もう上がりきったかなぐらいの年齢だと思うんで、そこからもうまあ、60代超えたぐらいちょっと縮んでくるかなと。それまではまあまあ似たようなもんなんで、まあ、全国平均ちょっと大きな、だからそんなにね、7割低いって大げさやなって思いながらちょっと僕は読んでたんですけど、で、まだいけるな。今日のなんか大丈夫かなこれ。こんな、みんな、またなんか飽きる番組になってないかなこれ。大丈夫かな。じゃあまあ、バカバカしい質問いきますか。海でおしっこしていいのと。いいんじゃないですか。山内さんしたことあるでしょ、はい、僕もありますよ。ね、海に入ったら、あえてトイレ行くのめんどくさいっすよね。もういいや、みたいなとこないですか。中に入っていればね。あえて、砂浜にいるときに、あえて海でしようとは思わないですけど、入って浮いてるときぐらいはもういいでしょう、みたいな。あったかくなりますよね。おしこでだね。周りがね。この辺ね。汚い話ですけど。一服堂さん優しいですね。飽きてないですよ、っていうことで。ありがたいです。でね、なんかね、これ P&G によると、この海でおしこっていうのが、まあ、みんなやっぱりね、なんでダメっていう人の回答、ほとんどが汚いでしょうっていうのがほとんどだと思うんですけど、
これね、ただ、おしっこする人は、回答した3分の2の人が、海でおしっこをしたことがあるって認めてて、そのうちの半分の人が2回以上したことがあると答えましたと。ここで僕突っ込んだんですね。2回以上、別に回数ええやろ。そんなとこ興味ないわい、みたいな。っていうのがあったんですけど、でもね、相当汚いように思うんだけども、おしっこの性質上、海洋汚染とはなり得ませんと。なぜなら、おしっこは 95% が水で、あとは少量のナトリウムと塩化物、いわゆる食塩でできているからですと。つまり、すでに海の中にあるものでできているのですと。ただ、一つだけ、おしっこにあって海にないと言われているのは尿素。尿素は炭素系化合物で、体内から窒素を排出する役割を担っています。海洋科学者たちによれば、尿素中の窒素が海水と結合し、アンモニウムとなり、海の植物の餌となるようです。ということで、どんどん海の中でおしっこしてもらいたいなと。サンゴにもいいんでしょうかね。ダメですかね。栄養分、餌になるということなんでね。植物の餌になるということで、ね、で、まあ、この続きで、ではプールの中でおしっこしていいのということなんですけど、これも、別にダメではないんだけども、ちゃんとね、ちゃんと、こう、なんていうんですか、加工されて、悪くないものになるらしいんですけど、ただ、プールってあんな感じなんで、入りたくなくなるでしょ、と。いうことなんで、プールはやめましょう。プールはちょっと僕もね、まあ、やったことありますけど、小学校の時とかね。これやめましょう。僕ね、和歌山の海で、大きい方浮いてんの見たことがあって。そこでね、当時の彼女と泳いでたんですよ。なやこれで、すぐ陸に上がりましたね。あんなとこでやるのやめてもらいたいな、ということで。大きい方、やるのも大変やろ、みたいな。海パン脱いだのかなってちょっと思ったりとかね。海パンって男しか言わないんじゃないですか。女性海パンって言わないですよ、ね。水着って言わないので、海パン。懐かしい響きですけども。あとはね、なんかいろいろ真面目な話もあるんですけど、なんででしょう、僕の性格上でしょうかね。真面目なものには食いつかないところがあってですね。これもちょっと疑問ですね。なんでサッカー日本代表の試合後は、スクランブル交差点ではっちゃけるの？なんで道頓堀に飛び込むのと。やりたいんですよ。理由はないんですよね。もう範囲になってるんですよ。もう麻薬みたいなもんですね。麻薬をやっちゃいけないですけど、なんか、道頓堀って今でさえ綺麗になってますけど、昔もうゴミだらけで、飛び込んだら大体怪我するとか、やっぱりちょっと死ぬとかあったじゃないですか。もうゴミだらけなんですよ。大阪のこの水というのは。もう、僕は日本で一番汚い川の大和川の近辺に実家があるんですよ。これ雨の前とか雨の後臭いんですよ。ドブ臭い匂いがして。で、近くには南港っていうところがあって、南港の水、海、沖縄の海ってこんなもう綺麗でしょ？もうドブみたいな、近いところ、陸の方近いところは海汚くて、もうドブみたいな、こんな木みたいな色してますよ。もうダメですよ。まあ、そこの魚釣って食べてましたけど、だからもうね、そういうの見たら、もうちょっとまずいんじゃないというのはすごい感じますね。だからそういうのとこで飛び込むと、怪我します。でもなんでっていう、もう質問の答えになってないですけど、もうこれはもう、これでいいでしょ。答えないです。飛び込みたいということで。あとはね、物価が上がっているのに給料が上がらないのはなぜと。経営者が払いたくないんですよ。一番はでもそこでしょ、やっぱりね。でも、稼げば稼ぐほど、もしね、思ってる以上にめっちゃ稼いだら、ボーナスぐらいは出るようになると思うんですよ。で、それを出さないような会社で働いてるんだったら、もう辞めたらいいんですよ。ね。僕も会社ね、経営させてもらってるんですけど、そんな潤ってはないですけど、気持ちはやっぱり、ボーナスも出してあげたいなっていうのもあるし、よくね、他の役員にも怒られるんですけど、休んで有給ないスタッフ、まだ発生しないスタッフが何かの事情で休んだとき、もう欠勤つけてあげねんでいいよとか、もうかわいそうだから、もう普通にもう給料つけといてあげて、ということをやってたんですけど、メリハリなくなるからダメだよってよく怒られてたんですけど、もうちっちゃい会社なんで家族みたいなもんなんで、もうその辺いいでしょうって、ずる休みじゃないし、
もう風邪でわかるし、自己管理次から気をつけろよって言って、続くようだったら引けばいいんじゃないと。いうことで、なんかその、まあ、臨機応変やってますね。なんか、やっぱりこの給料、物価が上がってるの給料上がらない。意外と物価が上がってても、会社が潤ってないっていうのは大きいかもわかんないですね。物価上がって得するのは何っていうね。なんかよく言うじゃないですか、僕なんかも考え方で、薄利多売の仕事あんまりしたくないんですよ。大変じゃないですか。ちゃんと価値をつけて、高く物を売って、少なくても、売上と利益で使わなければ、ちょっとした労力で売れる方がいいじゃないですか。で、物の価値も上がるじゃないですか。なんか本当に、なんか作り手さんなんかの場合、特にそうだと思うんですけど、自分の作ったものの価値が下がって、薄利多売って嫌だと思うんですよ。で、価値を上げてもらって、高くても気に入ってもらって買ってもらえるっていうのがありがたいと。なんかそのバランスがね、なんかちゃんとできてないのかなと。で、まあ物価が上がっての給料。まあ給料なんかね、なんか今日上げよう、明日上げようとかっていうのはできないですからね。その辺はもう注意しないといけないですね。まあみんな雇われてる人って、そうですよ。給料もっとくれやって思うの当たり前なんでね。ニュースいきますか？ CM いきますか？喋りすぎましたね。じゃあこの CM の間、僕ニュース探しておきますね。じゃあ CM でお願いいたします。50分ですよ。ねえ、行きましたね。してますよ。だいぶ行きましたね。喉枯れるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。ニュースでじゃあ。ニュース行きましょうね。あと、もう、数分ですよね。数分です。ねえ。じゃあニュースを。あと5分です。5分ですよね。何選ぼうかな。沖縄のニュースがいいかな。誰もこんなとこ気にしないでしょう的なニュースを行きたいんですけど。みんな読んでるニュース突っ込んだら、お前は何を言ってるんだって怒られそうなそこをずらしながら、うん、そこもありつつが面白いんじゃないですか。そうですね、うん、誰か突っ込みたいけどな、これちょっと政治に絡むと怖いからな、うん、大して沖縄の動向がないな。ニュース。いきますか。あ、ニュースのコーナー。チンチン。ちょっと準備してます。すいませんです。はい、ニュースのコーナーです。これも、勝手な私の見解と根拠のない意見、どんどん言いきます。みんなの知らないニュースっていうこと、一服堂さん書いてくれてますけど、意外とみんな知ってるのもあったりとかするんですけど、勝手に僕の見解で話をさせていただいております。はい、これちょっと開いてみましょうね。僕今日ニュースちょっとね、調べてなくてすいませんね。記者会見する稲嶺市長ということで、宜野湾じゃないんですけど、名護市長なんですけど、何を記者会見したのかなと。記者会見で日米両政府の SACO 最終報告から20年となったことについて言及する、沖縄県名護市の稲嶺市長ということで写真載ってるんですけど、内容がちょっとすぐ開かないんで、もうこれ却下しましょうね。多分、もうこれ名護のことなんで、宜野湾のね、この電波飛んでないでしょ、名護。ね、ちょっと山ありますもんね、あっちね。なのでもうこれ却下で。普天間、沖縄と行っていない。普天間移設先、沖縄と行っていないって言ってるらしいですね。1995年の米海で何とかかんとかかんとかっていうことで、20年のなんかある節目で、モンデール氏っていう人がいてですね、普天間、米軍普天間飛行場の移設先について、我々は沖縄とは言っていないと述べた上で、基地をどこに配置するのかを決めるのは日本政府でなければならない。まあ確かにね、まあ日本ですから。まあ思いやり予算もね、もうなくしてほしいなと。僕の口座に入れてほしいなと思ってるんですけどもね、莫大なお金をね。思いやり予算入ったら僕半分寄付します。半分あっても十分ね。いけない。でも、今日もね、これちょっとまあニュースあれなんで、ニュース、この基地の問題なんですけど、今日ノリピーボランティア夕方行ってるんですけど、この、宜野湾市のね、清掃活動ボランティア行ってるんですけど、ここで、軍の方も手伝い来てますよ。こういうのもみんなに知ってもらいたいな。あと1分。やりすぎました。
もう次の番組もやるっていうことなんですけども、はい、ニュースね、まあそんなところで締めたいなと思います。すいません、ちょっと準備不足です。喋りすぎました。はい、で、今日から、番組が金曜日の夜7時に引っ越してきましたので、また来週も聞いていただければと思っておりますんで、どんどん皆さんね、コメントで突っ込んでいただきながらやっていきたいなと思っております。山本さんにも無茶振りしていきたいと思ってますんで、はい、お願いいたします。ではまた来週お願いします。バイバーイ。お疲れ様です。喋りすぎましたね。歌も入れずによくやりましたね。本当ですね。これどうしましょうか。はい、タイトル、決めて、じゃあ今日はいつもありがとう。そうですね、今日はいつもありがとうで、あと週明けまでぐらいに、月曜日ぐらいまでに、はい、また連絡しましょうね。あ、お願いします。はい、やりすぎました。ちょっと頑張ろう。一風不動産優しい、ずっと絡んでくれてるね。ありがたいですね。不動産もまた番組に来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。夜いいですね。でもね、綺麗です。わかりました。面白いですよ。面白いですか。お疲れ様です。